101歳の前田さんをインタビューさせていただきました。前田さんは私が今通っている野内公民館が主催するふれあい大学、その3年生いや4年生、私と同じ4年生です。前田博之です。はい、もうなんか自分ではもう何も特徴もなし何もないな思うけど、なんか人は周りがもう引っ張ってくれてありがたもなって周りがちゃんと見てくれとんやね、真面目な前田さんを。周りが真面目な前田さんをしっかり見てくださってるんだね。周りが先輩もみんなええ人ばっかして、ええ人に恵まれたんだから、会社も立ち上がりで、あの、新しい職場の活動なんかやらないかん時代や。ほんで、最初は仲良ししましょうよ、運動で。その時は、今度は、仕事を数字化しようよってね、科学的、なんだこれ言うやつ、ね。もうその子になったらもうやばいな、こっちは算数できへんからね、もうやばいやばい思ってたけど、もうみんな若いのに若い。昭和34年から高校生を入るようになったからね、やっぱ高校出た人はもう何でもやれるしな。お水飲んでください、どうぞ。お水喉が渇くやつ、はい、では、持ってきてもらって待ってください。はいはいはい、飲んで、なんかこれ飲みましょうって、あ、はいはいはい、いいです。熱中症になるから、水を飲まれた方がよろしいよ。そうね、飲まんでも大丈夫か、飲まんでも大丈夫やね、時間大丈夫やさ、ちょっと握手大好きやね、この人。ああ、そうなんや、なんでしょう。うまいこと言った。そっか、涼しくなったら来てください。ありがとう。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。